はいどうもこんにちは、ザワと申します。ドラクリオと続きやっていきましょうということで、いやー前回はね、あのナオタが乱入してきたんですけれどもまあなんかあれよあれよでね、なんかプール界というか、まあ水着界にね、なっていくんでしょうかね。はい、楽しみなんですが見ていきましょうか。皆さんお待たせしてごめんなさい結局ひよりちゃん来たんだな。おはようございます、ひより先輩。おはようございます、今日はお呼びいただきありがとうございます。いやこんな時間に、しかも急な話で申し訳ない。いえいえ、私のことなら気にしないでください。呼んでいただけて本当に嬉しいですまあでもナオタのおかげでもあるかもしれないな。でも寝てたんじゃないの？はい、寝てました。ですよねでも少し早めに寝ていたので睡眠時間としては十分ですから大丈夫です。そう言ってもらえると。それより皆さんの方こそ大丈夫なんですか？正直に言うと少し眠いまあそうだよな、ライフサイクルが違うからな。だがあいつは吸血鬼のことを知らない旅行者だから、深夜に遊んで不審がられると困る。そうなんですか。でもそんな人とどうしてお友達にいや、もともと人間なんでもともと人間なんでまあね、人と友達なのはそうなんですけれども、まああんな変態とねどうしてっていうのは、あんな変態となんで友達にっていうことなのかな、どういうことなのかな。あ、それは私も気になってた。おう、本土の人とお友達だなんて、うつら先輩は顔が広いんですね。いやあれ経緯知らなかったっけ。あれそこら辺の経緯は全然知らないの、この人たちは。まあいろいろとな。あ、ごめんなさい、別に深く尋ねる気はないですから。あ、そこら辺あれか、伝えてないんだ、機密事項なのかな。すまない。気にしない気にしない、こういう個人の事情に対して深入りしない部分はすごく助かる。なあ、早く行かないか。そうだな。どこのプールに行くんですか？いや、まだ決めてないんだが。おすすめは、オーソクレースにあるプールだよ。オーソクレース？おう、その心は？他のところよりも少し広いの。あと、プールも完全にレジャー用だから。ああ、いいね。他のホテルのプールだと、運動のために泳いでいる方もいるので物静かな雰囲気なんです。オーソクレースならそんなことないし、ぶつかったりする心配もないんだよ。なるほど。それじゃあプールはここでいいよね。着替えて中で集合ということでいいわよね。ああ、それじゃまた後で。ねえユウト、エリナの着替え見たい？なんだよ今、なんかあんまりそういうのを考えないようにしようとしてたのにエリナちゃんがいやー来ますね、さすがっすね。バカなこと言ってないで早く着替えに行けだな。なんかだいいね。お、いきなりどうてか、またまたなんかこの子いる、なんかなんだっけ、ノーブルワークスなのかな、のキャラなのかわかんないですけどね、なんか水着でいますね一人ね。はい、行きましょう。しかしいい天気だな。結構なことじゃないか気温もあったかいし絶好のプール日和じゃないか。おい、野郎の裸は見たくねえなまあそうなんだろうな。俺がナオタと話していると、向こうから着替え終えた女の子たちがこちらに向かって歩いてくる女の子かっこ天使。おっと、ノリで来てみたけどやっぱり少ししんどいわね。あ、なんかお団子ができてるあ、なんかいいなこのミュウ。そう？私は全然平気だよ、むしろちょっと楽しみだぐらい。あ、こんな風に遊ぶなんて久々だもん。そっかそっか。あれじゃん、なんかメラさんはあれだよね、髪型そんな変わってないねまあ元々結んでるからな。寝不足の上にこうも晴天だとね。でもここの天井ってある程度日光対策が取られた特別なパネルなんでしょ？吸血鬼さんにも配慮されてるって聞いたけど。お、確かに
外で直接浴びるよりはマシだけれど、それでもマシというだけよ。まあきついことには変わりねえのか。言いながら小さく息をつくミウは、その気だるげな態度とは裏腹に実に健康的な素肌と言えた。何お前さ、またさ、評価し始めてんだよ。やっぱり変態だな、言うともな。すべすべとしてそうなきめ細やかな肌。舐めるように見始めたぞ。やべえな、マジで。十分に女を感じさせる雰囲気、それを隠そうともしない小さめの水着。というか恐ろしいほどにローライズだな。大丈夫か？なんか胸よりそっちの方が気になる。おい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 。しかしまあ似合っている、ものすごく魅力的だ。思っていたよりも露出が高いんだな。そうかしら。これでもセクシーではなく可愛さ路線で選んだつもりだったのに。似合ってない？似合いすぎてて危なかったんだ、いろいろとな。いやー、そういうことはないぞ。よく似合っている。むしろ似合いすぎているくらいだ。そう。あんた照れちゃって。顔を赤くするぐらいなら最初から聞かなきゃいいのに。そう思うが、僕は複雑な乙女心というやつか。ああ、素晴らしい。いいよいいよ、すごく似合ってるし、可愛い。マジで どっか行っても、もう半径100メートル以内に近寄らないで、もう。本当に。メラさんも可愛いらしいな。去年のだし、ちょっと子供っぽくないかな。そんなことはないと思うぞ。少なくとも子供にはない色気がちゃんとある。本当に嘘ついてない？ああ、もちろん本当のことだ。可愛いぞ。そう言われると照れるな。なんか照れた時にちょっと耳は出てこないんだな。猫耳は怒った時にしか出ないのかな、あれは。メラさんの水着は少し子供っぽい部分もあるものの、子供には出し得ない女の魅力が確かに存在している。二人ともすごく魅力的だ。それを証明するかのように周りにいる男たちの視線を釘付けにしていた。もうなんかさ、大体こういうヒロインってさ、周囲の男子どもをさ、もうなんか釘付けにするよね。まあまあまあ、そりゃまあそうなんだろうけどさ、そこにさらなる追撃がかかる。お待たせー。すみません、遅くなっちゃいました。なんだそれ。リオさんのすごいな、なんか。おお。着替えるのに手間取ってしまって。おお。そうして出てきた3人もこれまた魅力的というほかない見事な光景だった。見事な光景、やばいね。急に水着を着たので少し恥ずかしいですね。でも似合ってるよ、すごく可愛い。あの、男の方に褒められたの初めてです。こういう時どうすればいいんでしょうか。俺に聞かれても。とりあえず無礼だと思っていないなら普通にお礼を言えばいいんじゃないかな。そうですか。だったらあの。もじもじしてる。ありがとうございます。なんか日和さん、なんか結構さ、落ち着いた雰囲気というかさ、結構なんだろう、あの冷静な感じだからさ、こういう動揺した感じのなんか日和さんって、なんかギャップがいいですよね。いや、本当のことだから可愛らしいよ。セクシーという点に関してはおとなしめなのだが。ユウトってば、日和ばっかり。わかったよエリナ、もな、あのちゃんと褒めてやるから。ちょっとね、最後に褒めてやるからっつって。別にそんなつもりはない。それなら言うと、エリナの水着はどう？去年に買ったやつなんだけど、結構お気に入りなんだよ。セクシーでしょう。セクシー？はあ、何その反応、失礼しちゃうよ。もうね、まあ、エリナちゃんね、ちょっとまあ褒めようとするとちょっとね、あのめんどくさいんで後回しにした方がいいんじゃねえかな。あ、まあ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 、いやー、すまない。別に似合っていないわけじゃない。
むしろよく似合っていると思う。黒の水着にピンクのポイントが効いていて可愛らしい。なんかさ、この光景見てるとさ、本当になんだろうね、この水着会とさ、それを褒める会じゃないけどさ、なんか甘い色アイルノーツもそうだったんだけど、やっぱりこれ伝統的な感じなのこれ。なんかユズソフトさんはよくわかんないですけど。本当に？なんだか今微妙な反応をしなかった？まあセクシーかどうか聞かれると困るが、似合っているのは本当だ。魅力的だぞ。そうでしょう。常日頃から体のお手入れは怠ってないからね。まあそれは確かだろうな。そういう現実の苦労を見せるのはやめてくれ。ごめんごめん。でもそっか。にひひ。褒めてくれてありがとう、ゆうと。にひひっていうのいいな。黒の妖艶さとピンクの可愛らしさの二面性をよく着こなしていると思う。確かに。そしてそんなエリナの後ろから真打ち登場。真打ち。まあそうでしょうね。いやでもエリナがめんどくさくなくてよかったな。水着自体はワンピースで、他の3人に比べるとそこまで肌の露出は大きくない。ただやはりその胸元の存在感にはその場にいた男たち全員が息を呑んだ。ごくっつって。やべえ、あれはやべえぞっつって。やっぱりこの水着ちょっときついです。また買い替えないと。きついやつ買っちゃったんだな。そうなのか。あのムツラ先輩、この水着変じゃないでしょうか。大丈夫ですか。いや全然変じゃないとは思いますが。いやもうむしろなかなかやばいと思いますけどね。まあうん、稲村さんにぴったりだと思う。稲村さんのおしとやかな感じが出ていてすごく可愛いよ。あとセクシーだ。そうですか、よかった。変だって言われたらどうしようかと思いました。まあいいんじゃないでしょうかね。ある意味変なのかもしれないけどね。張りのあるおっぱいを軽く揺らしながら安堵の息を漏らす稲村さん。改めて見るとやはりすごい大きさだ。まあな、一度まあ実物を見てますけどね。似合わないはずがない。いや、みんなすごく似合ってるよ。お前まだ帰ってなかったのか。もう帰ってると思ってたんだけどな。俺、会場都市に来てよかった。絶景だな。その気持ちはわからないでもない。まあな、学園に通ってバイトして寝ての毎日じゃこんなイベントは発生しなかっただろうかな。つうかお前よくそんなにポンポン褒め言葉が出てくるね。本当だよな。半端じゃねえよな。見たままのことを口にしただけだぞ。あと語彙も少ないしな。ねえねえ言うとエリナにオイルを塗ってくれないかな。突然だね。エリナちゃん突然だね。これはまた定番ネタで攻めてきたな。ここって屋内だぞ、オイルって塗る必要あるか。それな。それは女の子にはそういう日もあるんだ。うっそ、マジで。そっか、生理って日焼け対策もしなくちゃいけないのか。本当大変だな。まあわからないんだったらまあいいや。まあそれでいいんだが、俺はお前のことがちょっと心配になってきた。女心なんてね、もうわかるわけがねえよ。まあゆうとくんもゆうとくんでまあそうかもしんないけどな。そんなに素直に何でも受け入れていると詐欺とかに合わないんだろうか。エリナ実は肌が弱いんだよ。でもムラができると困るし、だからお願い、ゆうと。まあな、肌白いからな。お。ちょっと待って、ここで。ここで選択肢か。じゃあ選択肢で切るのがね、まあ一番切りがいいので、まあ今回はここで切りましょうか。はい、今回はね、水着紹介会っていうね、感じだったんですけれども。いやー、やばいっすね。やばいっすね、いろいろとね。はい。ね。で、あとなんかね、背景にも映ってたけどね、まあ、ノーブルワークスのキャラクターなのかな、わかんないですけども。はい、まあ、前作のキャラクターがね、ちょっとこう、らしき人がね、こう見えてましたけれども。まあなんだろうね、こう、水着会って、結構なんか定番なのかな、本当に。本当ユズソフトさんね、これ2作品目なんですけど、まあ実況もねプレイも、
全然知らないんですけども、いやーなんかね、いろんなユズソフトさんのねゲーム触ってみたいなと思いましたね。はい、ということで、じゃあ今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。